宝石のような美しさが広がるとして、ルリの名がついたルリ渓という地を皆さんご存知ですか？関西の人は知っているという方や、なんとなく知っているという方が多いかなと思います。ここルリ渓は国の名勝地に指定されている京都府立自然公園で、滝や湖が連なるルリ渓12所の散策道があり、そこを今私歩きながら撮っているんですけれども、ここは四季折々の美しい景色を楽しむことができます。実は私も今日ここに来て初めて改めて、こんなに素敵な素晴らしい場所だったということを改めて知りました。まあ逆に近すぎるということもあって、案外知らないし行かないもんなんですよね。そこで今日は自分のためにも、そして皆様のためにもとなればと思って、ぜひルリ渓の魅力というのをご紹介したいと思います。場所は松宮局がある町と同じなんです。京都府南丹市園部町というところにあります。同じ園部町内になるので、もちろん学校区とかも一緒なんですが、案外遠いんです。車でも20分以上ちょっとかかったと思います。なかなかの山奥にあります。峠も急カーブが何箇所かあるので、バイクツーリングの人とか、あとサイクリングの人がよく来られています。ルリ渓という命名は明治時代に遡ります。当時の郡長が、太陽の光に照らされた清流が瑠璃色に輝く宝石と称えたことから、ルリ渓と名付けられました。付近には滝や岩、通天湖という湖、あと水晶蓮といって、まるで水晶のすだれがかかっているように美しく見えることから、こう呼ばれるようになった滝や玉相板と呼ばれる川床の岩石が廊下のように平らになった景勝地などがあります。環境省の日本の音風景100選にも選ばれています。最近では話題のキャンプ施設グランピングが人気です。ルリ渓の紹介前半戦はこれで終わります。後半戦も楽しみにしてくださいね。説明欄にルリ渓の公式ホームページのリンクも貼っておきます。ありがとうございました。